皆さん、不適更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました、ヤンさんの部屋、よろしくお願いいたします。さて今日のものをお出しする前にですね、スニーカーが結構好きなんだよねという方も、まあ普通かなという方もですね、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。では早速始めていきますよ。ではお出ししていきましょう。本日ご紹介するこちら、じゃん、はい、ナイキスニーカーブレザーロー酒井カウズトリプルコラボパープルダスク、本日はこちらのご紹介になります。はい、でですね、スニーカー動画は第17足かな、で、カウズ酒井、こちらの同じ、モデルのチームレッド、こちらをお出ししたんですけども、本日は12月10日に発売されたパープルダスク、こちら別カラーをですね、スニーカーズで買いました。なのでこちらを本日はご紹介していこうかなと思います。では早速スニーカーお出ししていきます。本日ご紹介するスニーカーこちら、じゃん、はい、こちらですね、ナイキスニーカーブレザーロー酒井カウズコラボのパープルダスク、こちらになります。ですね、結構紫は強めですね。で、前回、チームレッドか、こちらをお出ししたので、まあ、詳しいところはちょっと省いていこうかなと思いますけれども、まあ、堺の代表的な二重の装飾と紐も二重になっているのと、あとここですね、ブレザーの切りっぱなしのところ、タンももちろん二重になっています。はい、でやっぱりカウズなので、ここにも前回のチームレッド同様、カウズの代表的なバッテンのマークついてますね。でちょっと販売の時期がだいぶ、変わっていたので、なんか違いがあるのかなと思ってはいたんですけれども、まあ特にそんな要素はまあそんなにないですね。はい、まあパープルダスク、あとは、最近出たのリード、ちょっとオフホワイト系のカラーになるんですけれども、リードは、堺かなのストア限定になっているので、こちらはちょっと手に入れることができなかったんですけれども、チームレッドとパープルダスクのところ変えたので、はい、ちょっとチームレッドをお持ちしましょう。ちょっとお持ちしますね。はい、ということでお待たせいたしました。はい、すいません。ではですね、ちょっとチームレッドを今ちょっとお出しします。ドン、こちらですね、ですね、チームレッドとパープルダスク、まあ赤と紫なので、まあ、大体同系色にはなるんですけれども、ネプチューンブルーよりはチームレッドの方が色味はパープルダスクと似ているところはあります。なので変な話、これバカバキいけますよね。こうか、片方だけこんな感じでですね、ちょっと寄りましょうか。こちらですね、今チームレッドとネプチューン、あ、違う、チームレッドとパープルダスク、こちらのバカバキ仕様にちょっとさせていただいているものになります。こう見るとバカバキしていてもあんまり違和感はないなっていう感じではありますね。潰しの色、こっちはちょっと濃い群青というか、ちょっと緑系の強い青になってるんですけれども、こっちは青系で、どちらも青系にはなっているので、数字の感じもね結構似ているところはあるかなと。で先ほども、まあ、何回も言わせていただいているんですけれども、パープルダスクとチームレッド、まあ、大体同系な感じの色になりますので、バカバキは全然ありかなと。でヤンさんの履いてみた感じではあるんですけれども、まあこれは好みによりますので、一概にこれとは言い切れないんですけれども、ヤンさん的にはチームレッドの方がデニムとかには合わせやすいかなとは思います。かといってパープルダスクはそんな合わせにくいかというとそうでもなくて、まあ、パープルダスクもすごくデニムには合わせやすい。でちょっとやっぱりブレザーもエアフォースワンと同じくちょっと重いので、軽い方が好きという方はもしかしたら履いてて疲れるかもしれないですね。はい、だけどすごくかっこいいです。かっこいいし、かわいいし、で中もちゃんと
同じようにカウズの、酒井カウズのちょっとすみません髪が入ってる動画ついてます。ちょっと暗いけど、はい、こちらですね。で、チームレッドの方は緑系の色だったんですけど、カウズス、パープルダスクの方はピンク系な感じの、紫をもうちょっとピンクを強くした感じの紫の、ロゴに入っています。はい、ということでですね、本日はこちら、ナイキブレザーロー酒井カウズトリプルコラボパープルダスク、本日はこちらをご紹介させていただきました。こちらですね、スニーカーズではもう取り扱っていないので、スニダンとかで、探していただく形にはなるんですけれども、はい、結構ね、買えなかった方も今ちょっと安くなってきているので、まあ紫系が好きな方は結構いいと思うんですけど、ヤンさん的にはデニムとかに合わせやすいのはチームレッドの方かなという感じはちょっとあるんですけれども、本日はこちらナイキブレザーロー、ナイキスニーカーブレザーローカウズ酒井トリプルコラボ、本日はこちらパープルダスクをご紹介させていただきました。はい、ということでですね、本日はこちらナイキスニーカーブレザーロー酒井カウズトリプルコラボパープルダスクをご紹介させていただきました。で、まあ個人的な意見にはなるんですけれども、どちらかというと可愛さの方が強く感じるかなっていう、感じはします。ただ可愛さの中にもかっこよさがちょっと光っているので、そういうところは、まあ、履いててもすごく飽きないスニーカーにはなるかなと思います。でですね、前回チームレッドでも言わせていただいたと思うんです、言わせていただいたんですが、こちらこのスペボだけでもまず買う価値はあるかなと、スペボがついているのでこれも買う価値はあるかなと思います。で、スペボもそうですけど、このスニーカーもやっぱり一つのなんか作品を買うような、そんな感じに、ヤンさんは感じています。この酒井の二重ソッシュもそうですし、カウズの、バッテンもついていたりと、すごくいい作品を買ったなっていう感じはするので、ぜひぜひ、酒井好きな方もカウズ好きな方もナイキ好きな方もぜひぜひ買っていただければなと思います。ですね、こちら今スニーカーズはなくて、スニダンで取り扱っている形になりますので、ぜひぜひ気になった方はスニダンをチェックしていただかれ、チェックしていただければなと思います。なんかいつも回し物みたいに言ってますけど、全然回し物じゃありませんので、はい、個人的に言わせていただいているだけです。はい、でですね、今スニダンでチームレッドもそうなんですけれども、結構値割れしています。まあ、最近のスニーカー事情は値割れするものが多くなってきているんですけれども、結構こちらのモデルも値割れはしてきているので、まあ、もちろんちょっとサイズとかにもよってくるんですけれども、値割れ結構しているので、まあ、お求めやすくはなっているかなと思いますので、色味が気になった方はぜひぜひ自分のお好みの色を買っていただければなと思います。ヤンさんはパープルダスクとチームレッドを持っているので、リードとネプチューンブルーはまあいいかなっていう感じはしますかね。で、ヤンさん的にヘビロテするのはどっちって言われたら、もしかしたらチームレッド、こちらの方が、ヘビロテはするかもしれないですね。もしくはさっきもやっていたんですが、バカバキをするかもしれないです。この感じもね、結構かっこいいので、パープルダスクとチームレッド持っている方、ぜひぜひバカバキもしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、本日はこちらナイキスニーカーブレザーロー酒井カウズトリプルコラボパープルダスク、本日はこちらをご紹介させていただきました。はい、本日のお相手はヤンさんでした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、バイバイ。